富山市の海岸でおよそ2000匹のカマスが打ち上げられていたことが分かりました。このように波打ち際にはたくさんの魚が打ち上げられているんですが、波打ち際だけではありません。海の方に目を向けましても白い魚の姿が目立ちます。富山市の内出海岸にはおよそ300メートルにわたって2000匹を超えるカマスが打ち上がっています。いろんな噂になって、家も出て食べたよとか、そういう方もいらっしゃいますし、美味しかったと言ってましたけど。富山県の水産研究所が検査したところ、カマスに病気などは確認されず、大量に打ち上がった原因は分からないとしています。